そうなの、満員だったってこと。いや、もやもやさっき毎日もうね、もうつぶみんなつぶれてたよ。サーモンとクリームチーズ絶対うまい。2年生からなんかいろいろあったらしくて、すごいうまそう。え、とりあえずうん、腹減った。いただきます。バイバーイ。いただきます。え、どうしよう、先にちょっとせっかくなんで筋肉食べたい。適当に下に食べる。うまっ、うまっ、うん、うん、うまっ、うまっ。結構ね、石原さとみのドラマね、食べちゃう。途中で昼休みにちょっとだけ見たけど、手拭くやつおしぼり置いてたよね。食べて、うん、うまい。鍋うまい、うん、焼き鳥だなと思った。めっちゃうまい。人が集まった時焼き鳥最高だよね。3時からって書いてあるけど、もう待たないですよ。美味しい。悪循環で休んでない。キャリーしてほしいのって。値上がりした、うん、なんかどんぐらいなの、このボリュームで全部。やっぱ焼き鳥がうまい。カレー風味なんだ。肉うまい。めっちゃうまい。でもね、これ、もも美味しい。めっちゃうまい。うん、やばいやばい。なんてよかったよ。欲しいね。超美味しいんですけど。うん。これ美味しい。入ってない。ナスを買ってきてやった方がいっぱい食べる。高いんだよね、売ってんの。うまこれ。うまい、めっちゃうまい。そのまま。焼き肉なんちゃらキンパ。続いて、なんかお花見っぽい食べ物全部、うん、カレー風味。これ、うん、え、カレーだっけ。え、これじゃないの、カレー。いや、これこれカレーじゃねえよ。カレーだよね、これ。え、これカレーじゃないよね。これじゃないよね。え、これだよね。え、カレーする。カレーの味しない。全く分かんないんだけど。え、カレーの味しない。カレーじゃないと思う。カレーじゃないか、もうこれじゃカレーじゃない。隣の匂いがもう騙されてる。絶対カレーじゃない、味しないよ。カレーじゃないかな。これは確実にうまい。これやばい、ね、なんか汚れるどうしよう。スープも美味しい。いいよ。クリーム感強いから。あ、そうや、もうマリオやって。あ、いいよ、自分でやったんじゃ。もう怖くていいから。あ、ちっちゃいとこやる人に。
ラート。よいしょよいしょよいしょ。えらいね、優しい。見てて見てて、行くよ。ミスター、ミスター噛み合ったやん。30でしたの。ご両親は何ておっしゃったらご役やるっていうか、まあ、その時とか、そして視聴者の方からメッセージいただいております。三重県のメイさん、メタニさん大好きな俳優さんです。ほとんどの作品を拝見しております。特に闇を感じさせる目も、同じ染谷さんが演じているとは思えないほどに引き込まれて、ただ走るっていう講座でしたんですけど、結構この世の方向転換してた。
ご飯食べに行くぞ。おお。帰り怖すぎない？帰りこの道通んないように設定変えなきゃダメ。この木がまたなんかちょっとハリーポッターみたい。ピンクじゃない？空が下の方。すごい。でもさ、肉汁が流れ出るね。うん、おいしい。うん、やば。新鮮天丼パン。うまっ。めっちゃ美味しい。うん。待って待って、ハンバーグやばい。めっちゃ美味しい。うん。食べさせたかった。うん。うん。うん、カツすごいんだけど、ボリュームが。全部すごい。うん。カツうまハンバーグの近くうん生姜が効いてる感じがする。うま筋トレしようか、帰ったら。うん絶対しないじゃん。やるやる重い食べれたらもっと食べて勝手。うん、いいじゃん。基本してるんだけど、してないよ、してないよ。骨も食べな、でも学生は食べるよ。せっかくぐらい美味しかった。やばい、急な温度差でお腹痛くなった。あ、すごい。すごい、あそこ綺麗、なんか。すごーい。うわー。すごいんですけど、なんか、鏡みたいな。こんな綺麗に映るんだ。すごい。あ、ポップ焼き？うん。広いね。うまっ。果肉すげえ入った。もう昼めっちゃ暑かった。